こんにちは、先日ですね、トモキ選手が、フェザー級に転級されて、初戦で、ドラミニと、試合をして、その際に、惜しくも2対1で敗れてしまったんですけど、その際に、トモキ選手がフェザー級に上げた件についてじゃあ動画を作ろうというところだったんですけど、なかなかね、こう作れずにというところでちょっと申し訳なかったんですけど、今回そのトモキ選手が、フェザーに上げた件について、動画を作ったんですけど、皆さんこれについてどう思いますかね。コメントが結構寄せられてる中で、やっぱりよく目にするのが逃げたと、MJ とカシメロから逃げたっていう、認識ですね皆さん、自分はじゃあどうなんだって言われると、自分は逃げてはないなというふうには思うけど、実際そう思われてもしょうがないのかなっていうのもありますね。ちょっとこのどっちつかずなね、感じで、ちょっと申し訳ないけど自分はそのように思います、自分は逃げてはないというふうには思ってるけど、周りから逃げたよって言われてもそれは逃げてないよとは言えないです、で、また陣営の方もどんな話があるのか分かんないし、実際ね。なのでちょっとそこはね、こう一概にどうのこうのっていうのはちょっとあれですけど、自分は逃げてないと思ってます。はい。で、じゃあ逃げたっていう人の意見で自分がなんで否定できないのかっていうと、やっぱりその MJ との指令が出たタイミングっていうのもあるし、これも分かんないけど、そのカシメロとトモキ選手の、試合の話があって、ほんで伊藤代表がおっしゃるには、そのトモキ陣営が、ファイトマネーをちょっとこう高い額を言ってきてっていうところで、実際こう実現に至らずで、だけどトモキ選手がその伊藤代表にその LINE かなんかで、ツイッターの DM かなんかで、コンタクトを取ってた。だからトモキ自身はその逃げたとかじゃなくてちょっとやりたがってたみたいなことを言ってたんですけど、自分もそれを聞いた時にLINE とかでそういうコンタクトを取ればいい、そういう風になっちゃうのってふうには思ったんだけど、自分の意見ですよ、ちょっとそこで、あ、そうなんだ、そういう風に取るんだと思ったんですけど、それってなんかもし自分が本当にやる気がなくても、お金を高く積んじゃって、俺ひねくれた見方ですよ。お金を高く請求して、この額でどうって言って、無謀なね、この絶対乗らないような額を請求して、で、あ、無理ですって断られた時に、いや俺本当はやりたいよって言ったら、なんかこうやる気があるように見えちゃうのかなとかっていうふうにも思っちゃったっていうのが本音で、その件もあって多分みんな突っ込んでると思うんですよね。本当に自信があるんであれば、MJ と指令がかかった時に、フェザーに行かないだろうと。だってどうせドラミニとやることにもなるし、で、フェザーに行った時に、じゃあそのタイトルマッチに直接、例えばロペスと、次試合とかだったら、すぐに世界タイトルないけど、のためにあげたんだなっていうのはわかるけど、どうせその、ワンステップツーステップってフェザーでまた積むのであれば、スーパーバンタムにいても同じなんじゃないのって多分みんな思ってるから言ってるっていうのは理解できるし、だからそこはどっちなのって言われてちょっと分かんないですよね。自分は逃げてないとは信じたいけど、フェザーで自分がチャンピオンになって、その井上尚弥選手を迎え撃つっていう風にしたいんだろうけど、でも根底、トモキ選手の根底にあるのはやっぱりその挑戦者決定戦でパレホに勝ったにもかかわらず、なんでまた MJ なのっていう、そのあれですよね。だからちょっとどっちも理解できるし、ちょっとこう一概にこうだっていうことは言いにくいですよ。で、あれですよね、その逃げたっていうのは、MJをそのクリアできないのに、なんで井上尚弥なのっていうのもあると思いますよね。じゃあスーパーバンタムで
MJ とのその挑戦者決定戦の話が出た。でトム選手としてはもうその前回にパレホに勝ってるのになんでっていうその苛立ちみたいなのもあるだろうし、まあ、ハテナですよね。でその上にそのちょっとリスクのある MJ とやるんだったらっていうのもあったと思うけど、でもその周りはあの MJ に勝てば次その剣が与えられるから、あの4団体統一チャンピオンに挑むね、タパレスと井上尚弥選手の勝者に挑む権限が与えられるっていうふうに言ってるからっていうのも、トモキ選手からしてみたらそれをなんだっけ MJ に勝ったからまたそれがっていうふうに信用できるかよっていう気持ちもわかるし、だけどあの周りはその MJ に勝てないんだったらモンスターなんて到底っていうふうに考えてるから、うん、だからちょっとそこはスーパーバンタムの話になるとちょっとそうですよね、うん、あのまあ、逃げたって言われてもちょっと否定はできない。で、あのフェザーじゃあフェザーでどうなのって言われると、フェザーもフェザーで大変で、まあドラミニに勝った展望ね、あの暁にはっていうふうに考えると、ロペスか、まあ、アベレイヤ選手との暫定戦ですよね、多分濃いのが、うん、あのロペスがその他団体のチャンピオンとなんか戦うとか戦わないとかっていう話があって、1位の阿部選手とじゃあその2位の、トモク選手で暫定戦とかっていう話もちょっと あるじゃないですか、うん、だからまあどの道そのチャンピオンっていうゴールにたどり着くには、フェザーでもワンクッションドラミニで、まあ、暫定っていう肩書きだけど、阿部レイヤ選手とやる。で、スーパーバンタムか。スーパーバンタムは、MJ にやって、次に、モンスタータパレス勝者ってとこなんで、うん。まあ、ただ、俺も、トモキ陣営の立ちに立って考えると、挑戦者決定戦を自分が持ってて、またって出てる時点で、ちょっと信用できねえな、とは思っちゃいますよね。うん、これが MJ な、MJ じゃなくても、仮に。うん、なので、ちょっと、そんなことをしてるんだったら、もう自分がやりたい、フェザーでの3階級制覇を目指させてくれよっていうところなのかもしれないですよね。うん、なので、この件に関してはちょっと、わかんないですけど、難しいけど、自分としては、逃げてはないとは思いたい、思いたいし思ってる、うん、ただ周りの方が逃げたって言われたら、それはそれで自分はあ、そうと取られてるんですねってふうに受け取ります、はい、多分皆さんも逃げたって思ってる人も、俺が逃げてないって言ったらなんでだよって多分 なってるから、うん、これはちょっとね難しい話になるかなとは思います。はい、まあでもこれでちょっとね、フェザーに上げて敗れてしまったねと思う選手は。なので、まあ、またプランがどうなるのかはちょっと分かんないですけど、はい、まあ今日はちょっとね長くなってしまって申し訳ないけど、トモキ選手がフェザー級に、まあ、上げた件についての、動画でした。はい、まあ、皆さんもですね、ぜひコメントございましたら、どしどしお寄せください。以上です。ご清聴ありがとうございます。